阪神1レース馬場入場です。全国の競馬ファンの皆様、阪神競馬場にご来場の皆様、おはようございます。6月の末、宝塚記念の週以来の阪神競馬第4回阪神競馬の初日を迎えました。天候は曇り、芝がやや重、ダートが主の発表です。第4回阪神競馬初日の第1レースは2歳の未勝利、ダートの 1200m、 出走馬は10頭、1頭ずつご紹介していきます。1番がコパノミステリー、今日の馬体重460kg、 前回のレースとの比較増減はありません。鞍上は松若風磨騎手、負担重量 55kg。 2番マニバドラ、502kg プラス 8kg、 松本博樹騎手 53kg。 3番カンノーリ、440kg マイナス 2kg、 富田暁騎手 54kg。4番ビルトインアデイ、458kg プラス 8kg、 三幸秀明騎手 54kg。 5番スマートメイプル、464kg 増減なし、坂井隆成騎手 54kg。 6番月神、428kg プラス 8kg、 角田大河騎手 52kg。7番エースオブスペーズ、454kg プラス 2kg、 長島真奈美騎手 51kg。 8番ビルカール、 470kg プラス 8kg、 段野大成騎手 55kg。 9番ストリンジェンド、 470kg マイナス 2kg、 北村雄一騎手 55kg。10番タガノルークス、452kg マイナス 2kg、 亀田ハート騎手 54kg での騎乗です。土曜、日曜、月曜の3日間の競馬開催、第4回阪神競馬の初日、バックストレッチからスタンドの方向に向けてやや冷たい風が吹いています。阪神競馬場、日差しはありません。ダートコースは大のコンディションで1レースを迎えます。1レース2歳未勝利、ダートの 1200m 出走10頭、スタートまでしばらくお待ちください。阪神1レースの発走です。実況音声はラジオ日経の協力でお送りします。阪神競馬場1レースは2歳未勝利、ダートの 1200m 出走10頭です。阪神競馬場、天候曇り、芝がやや重、ダートが主の発表です。昨日26ミリの雨を観測した阪神競馬場、ダートコースは黒ずんでいます。主でのスタートになりました。およそ3ヶ月半ぶりに流れたファンファーレ、阪神競馬はこの後年末まで開催が続きます。土曜、日曜、月曜の3日間開催、72レース、東西合わせて900頭を超える馬たちがゴールを目指していきます。その最初の1レース、バックストレッチの左手でのゲート入りは10番のタガノルークスが最後に収まります。10頭入りました。スタートしました。好スタートは2番のマニバドラ、6番の月神、この2頭が先行争い、間5番のスマートメイプルと3頭が前を争っていきますが、内から2番のマニバドラが出ていきました。リード体半分ぐらい、5番のスマートメイプルがついていきます。3番手6番の月神、そこから3馬身離れて9番のストリンジェンドが追っつけながらの追走、単独4番手内、3番のカンノーリが続いて、その外を通って8番のビルカールで800切りました。3、4馬身切れて後方は4番のビルトインアデー、7番のエースオブスペーズ長島騎手の手が激しく動いています。10番のタガノルークスが後方から2投目、最後方大きく遅れて1番のコパノミステリー、600切りました。34秒3での通過になりました。重馬場のダートコース、
4コーナーのカーブを目指していきます。楽な手応えで2番のマニバドラ先頭、5番のスマートメープル2番手4コーナーから直線に向きました。内に入った9番のストリンジェンド、その外を通って8番のビルカール、2番手グループは3頭、そこから離れて7番のエースオブスペース差を詰めてきました。さあ逃げる2番のマニバドラ、マニバドラ先頭200を切りました。ここから坂の上り、9番のストリンジェンドが内から2番手に上がって前を追ってくる、あと3番手5番のスマートメープル、外8番のビルカール、3番手争い、突き放した2番のマニバドラ先頭1馬身半のリード、2番のマニバドラ先頭5輪、9番のストリンジェンド2着、5番のスマートメイプル3着です。スタートを決めた2番のマニバドラ逃げ切りました。勝ちタイム1分11秒6、オモババのダートコース 1200m 1分11秒台での決着になりました。外国サンバ2番のマニバドラ4戦目での初勝利を挙げています。鞍上松本博樹騎手、中京の芝でデビューをして、その後は函館で2戦、今日は久々のレースになりましたが2番のマニバドラスタートを決めて松本騎手勝利を挙げています。2着9番のストリンジェンド、そこから離れた3着5番のスマートメイプル、勝ちタイム1分11秒6、上がりゴールまでの 800m は48秒8、 600m は37秒3でした。10月11日に誕生日を迎える松本博樹騎手、秋の阪神競馬初日の1レースを制しています。今5着まで馬番ともっています。1着2番のマニバドラ、2着9番ストリンジェンド、3着5番スマートメイプル、4着8番ビルカール、5着4番ビルトインアデーの順、勝ちタイムは主のダートコース、主のダートコース 1200m 勝ちタイムは1分11秒6でした。確定までお待ちください。阪神1レースは人気通りの決着となりました。勝ったのは2番のマニーバドラ。もう4コーナー回った時のちょっと手応えが一頭違うという印象がありました。1分11秒台という速い時計が出ています。最終オーツ2番9番5番です。1番人気2番人気3番人気の順です。単勝2番 1.7倍、枠連2.8、2.1倍、馬連2番9番 2.0 倍、馬単2番9番 3.2 倍、三連複2番5番9番 2.4 倍、三連単2番9番5番 7.8 倍です。確定までお待ちください。